どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日ですね、JAL カードとですね、JMB1 を組み合わせて 2% を取る方法ということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、案外知られてないのかななんていうふうに思いまして、今回ね、動画作らせていただいたわけなんですけども、ちょっとね、利用できる方ね、限られるっていうふうになりますので、まあ、知っていてね、損はないのかななんていうふうに思うんですけど、一応ね、この点がございますので、まあ、見られる方はですね、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければななんていうふうに思うんですけども、こちらの方法はですね、私の動画ね、ずっと見ていただいている方はね、知ってるかななんていうふうに思うんですけども、税金の支払いで 2% が貯まる方法っていうのを、まあ、結構前にね、出させていただいたんですよね、JAL マイル。で、こちらね、利用される方ね、多いと思うんですけども、これを応用するとですね、まあ、いろんなところでね、JAL マイル 2% 還元ね、取ることができるっていう風になりますんで、まあ、ほぼほぼね、こちらのおさらいにはね、なってしまうんですけども、まずね、JAL カードで、JAL ショッピングマイルプレミアムにね、加入していただいて、JMB1 にね、チャージしていただくと、JAL マイルね、1% 還元が貯まりますよね。で、またですね、ミニストップで5月期にですね、税金を支払うと、こちらね、1% 還元がね、JAL マイル取れるっていう風になりますんで、税金の支払いでもですね、JAL マイル 2% 還元がね、取れますよっていうのをですね、以前ね、まあやったわけなんですけども、まあこれでね、JAL マイルをメインで貯められている方はですね、税金の支払いでね、こちらで、還元ね、取られていると思うんですけども、こちらね、最後払うのはですね、ミニストップで、まあ、税金を支払っているわけなんですけども、このね、ミニストップっていうのはですね、まあ和音でですね、税金ももちろんね、支払うことができるわけなんですけども、このね、支払うときにですね、補佐カードの購入っていうのもですね、利用することができるんですよね。で、ミニストップでね、補佐カードを購入することができるということで、まあ、こちらの中にはですね、私ね、最近アメックスの経由の楽天キャッシュを購入して、楽天の投資信託ね、利用しましょうっていうね、まあ、決済事業とかにもね、お勧めできますので、動画ね、解説させていただいているわけなんですけども、まあ、これの応用と一緒でですね、補佐カードを購入していただいて、まあ、こちらね、2% 還元が取ることができるんですよね。ですので、楽天バリアブルカードとかもですね、JMB1 でね、購入していただいてもですね、こちらね、2% 還元が取れるっていう風になるんですよね。ですので、楽天バリアブルカードっていうのは、中身がね、楽天キャッシュっていう風になりますんで、楽天証券で投資信託もですね、月5万円までにはなりますけども、利用することができるっていう風になりますので、もしね、投資信託等々ね、積み立てやられている方はですね、JAL カードでね、JMB1 にチャージしていただいて、5月付く日にですね、楽天キャッシュね、購入していただいて、楽天のね、投資信託とかですね、購入していただければですね、投資信託もですね、JAL マイル還元率ね、2% でね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思うんですよね。またね、購入しているのはですね、投信っていう風になりますんで、もちろんね、売却等々もね、できるっていう風になりますんで、まあ、積み立てでってね、利益になって売却したくなったらね、売却して売ってしまってもね、いいと思いますし、またね、決済仕様みたいな感じでね、まあ、利用していただいてもね、いいのかな、なんていう風に思いますので、JAL カードでもですね、2% 還元で投資信託で積み立てることができるっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うんですよね。またね、楽天キャッシュでね、まあ、チャージしておりますので、まあ、投資信託ね、購入されないっていう方は、そのままね、楽天ペイでね、利用していただいても、こちらね、OK っていう風になりますし、またね、楽天ペイでね、利用していただくと、ここでね、また 1% 還元が楽天の通常ポイントで取れるっていう風になりますんで、楽天の通常ポイントっていうのは 50% でですね、JAL マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、JAL カードで JMB1 にチャージしていただいて、楽天キャッシュ購入していただいて、楽天ペイでね、利用していただければですね、JAL マイルの還元率はですね、猫ちゃんが喧嘩してる。夜中ね、結構あるんですよ、猫ちゃんの喧嘩。JAL マイルの還元率はですね、2.5% 還元になるんですよね。これ結構すごいですよね。ぜひね、
こちらは楽天ペイでね、利用できるところ限定にはね、なってしまいますけども、もしね、利用できる方はですね、ぜひね、こちらも、利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思います。またですね、ミニストップのポサカードっていうのは、アマゾンギフト券もありますよね。ですので、アマゾンで購入する場合もですね、JAL マイルの還元率ね、2% でね、利用することができるっていうふうになりますんで、もしね、アマゾンね、ヘビーユーザーの方はですね、ポサカードでね、アマゾンギフト券、ミニストップで買っていただいて、アマゾンでね、購入するときは、アマゾンのギフト券でね、利用していただければですね、アマゾンのね、利用時も 2% のね、JAL マイル取れるっていう風になりますし、またね、バニラビザっていうね、ポサカードがあるんですけども、こちらね、最近 3D セキュアにもね、対応いたしましたので、それでね、モバイルスイカとかにね、チャージしていただくのもですね、JAL マイル還元率ね、2% 取れるっていう風になりますんで、まあ、こういったね、使い方もね、できるっていう風になりますんで、JAL カードでね、ショッピングマイルプレミアム加入していただいて、JAMB1 をね、保有されている方はですね、ぜひね、こちら、利用ね、してみていただければな、なんていう風に思います。こちらね、結構ね、知らない方もね、いらっしゃったみたいですので、今回ね、動画作らせていただいたっていう風になります。で、最後にですね、注意事項なんですけども、まあ、最大のね、デメリットはここかな、なんていうふうに思うんですけども、この JAL カードのですね、ショッピングマイルプレミアムね、加入していただかないと、このね、JAL カードから JMB1 のチャージっていうのは 1% 還元取れなくなってしまうんですよね。ですけども、この JAL カードのね、ショッピングマイルプレミアムっていうのは、年間4950円のね、有料のプログラムになるんですよね。ここがね、非常に、まあ残念なポイントなんですけれども、まあ JAL カードですね、メインで JAL マイル貯めている方はですね、まあ特約店等々もね、こちらありますので、まあ加入されている方ね、多いかななんていうふうに思うんですけれども、ちょっとね、このショッピングマイルプレミアムね、加入されてないっていう方はですね、ちょっとここはね、お好みになるかなっていうところですかね。で、またですね、この JMB1 にね、チャージできる JAL カードもですね、こちらね、すべての JAL カードがチャージできるわけではなくてですね、JAL ビザカード、JAL マスターカード、JAL 東急ポイントクラブ級、JAL JCB カードっていう風になっておりますんで、チャージできるね、カードが限られるっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、これからね、発行されたいっていう方は、こちらね、JMB ワンオンカードっていうのはですね、特にね、発行手数料とか年会費もね、かからないで発行することができるっていう風になりますんで、もしね、利用されたいっていう方は、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、そちらがね、発行していただければなと思います。で、もう一つですね、ミニストップが近くにないと、まあ、こちらね、利用することができないんですよね。このミニストップっていうのは、まあ私の家の近くもね、まあ、そんな近くはないんですけども、一応あることはあるんですよね。自転車で15分ぐらいかだったと思いますけども、近くにね、ない方が結構いらっしゃるんですよね。まあこれがね、ちょっとデメリットではありますので、もしね、近くにミニストップがね、ある方は、こちらね、結構いろんな使い方で、JAL マイル 2% 還元で、ね、取れることができるっていう風になりますし、またね、楽天ペイでね、利用できる方はですね、JAL マイル還元ですね、2.5% 還元で、ね、できるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、JAL カードと JMB1 をね、組み合わせて 2% 還元ね、JAL マイルで取る方法をですね、解説させていただきました。ぜひね、利用したことないっていう方はですね、まあ JAL カードね、保有されている方で、JMB1 をね、チャージできるカードであればですね、まあ特にね、お金もかからないっていう風になりますんで、ぜひね、JMB1 をね、発行していただいて、利用ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。